エルフリーデ・トレッチェルはドイツの声楽家。性の日本語表記はトレッチェルとなっている場合があり、一定しない。ナチス政権下の時代から戦後にかけて一瞬の閃光のような美しい輝きを放ったが、わずか44歳で創生した。エルフリーデ・トレッチェルはモトリストの弟子でオルガン制作者兼音楽教師であるアルベルト・トレッチェルの娘としてドレスデンで生まれた。 9歳の時に孤児になり、里親に預けられたが、そこでは育児放棄にあった。彼女の姉の結婚式の際には、トレッチェルの心の乱れが見られたが、ドレスデンコッタの2番目の家庭でのみ、ようやく彼女はフレンドリーで家族的な扱いを受けることができた。彼女は16歳の時ドレスデン音楽学校に入学し、ゾフィー・キューベルンハルトや、 ドリース・ヴィンクラー等に指示し、合唱団の歌手としての訓練を受けた。ヘルデン・バリトンのパウル・シェフラーは授業料を免除してくれた。シェフラーと別れた後、ヘレン・ユングがトレッチェルのために、ウェーバー、マダンのエン演エ演役を与え、彼女は1934年11月13日に初めて歌った。わずか20歳である。ドレスデンのこった墓ちにあるエルフリーでトレッチェルの墓。 ゼンパー・オーパーの指揮者のカール・ベームは1934年にトレッチェルと契約し、彼女は1950年までの間、ディリックな役柄から後には若々しく、ドラマティックな役柄に至るまで主要な歌い手として活躍した。1950年に彼女はザクセンの宮廷歌手の称号を与えられた。1936年に彼女はロンドンとフィレンツェにゲスト出演し、 国際的な活躍をスタートさせた。5年後にはザルツブルク音楽祭にも出演している。1948年、彼女はバルター・フェルゼンシュタインのベルリン・コー・ミッシェ・オーパートの大規模なゲスト出演の契約を結んだ。1949年以来、彼女はオット・クレンペラーと繰り返し共演し、クレンペラーがトレッチェルを称賛している。トレッチェルのように心がこもって、 素朴で、女性らしい、少年の魔法の角笛の詩を歌うソプラノはいない。1950年から1951年まで、彼女はベルリン国立歌劇場で歌った。そこから彼女は西ベルリン州立劇場に移った。彼女の国際的な活躍の場は、エディンバラ、グラインドボーン音楽祭、ウィーン、ナポリ、リスボン、マルセイユ、チューリッヒに及んでいる。 ドレスデン国立歌劇場での最後のゲスト出演は1953年2月22日のワーグナー・ニュルンベルクのマイスタージンガーである。当時の歌劇場は戦後のドレスデンに残った数少ない大型の施設であるクアハウスビューラウであった。彼女の歌手人生は1933年にドレスデンのリンネルシュロスでのリサイタルで始まり、1956年12月に クアハウスビューラウでの最後のリサイタルで終わった。歌手としての芸術活動は、数多くの録音で締めくくられた。エルフリーデ・トレッチェルは、ガンのため、1958年6月20日にわずか44歳で、ベルリンで亡くなり、ドレスデンのこった墓地に埋葬された。葬儀の弔辞を読んだのは、バルター・フェルゼンシュタインであった。今日、ドレスデンのニッケルン地区にある、 エルフリー・デ・トレッチェル・ドーリーは彼女を記念して名付けられている。カッチ・リーモンズのウローセス・ゼンガー・レクシコンでは繊細な歌唱と音色の輝き及び広範囲に及ぶ舞台やコンサートのレパートリーによって評価されていると述べている。ありがとうございます。